おはようございます。おはようございます。今日はもう4日目。4日目。4日目ですよ。折り返しくらいかな。折り返しですね。今日来てるのはですね、吉尾久保ですね。吉尾さんも結構海外でずっとコレクション発表してたんだけども、今回久々に東京でやりますっていう凱旋帰国組。面白いのがインビテーションが、ちょっと見てほしいんですけど、はい、QR コードがあるんですよ。バイオーダーで動画が出るの。100人か200人か分かんないけど、一人一人に動画を作って送ってるの。へえ、優しくない？すごい。私の動画ちなみに見る？え、見ていいんですか？いいよ。シトーレンさんってなんかYouTube すっごい儲かってんねんって言ってた。え、撮ってんの？あ、すいません、シトーさん、ご無沙汰です。今度久しぶりに東京でショーやるんで、ぜひお願いします。QR コードの話、くだり、いいくだりやん、はい、これいきなりなんかお金の話になったね。名なしっていう。あれ今日もいる。あれ犬。昨日ぶりです。昨日ぶりです。今日のファッションなんですけども、トップスが三浦奥義久保で、こっちが堺のメンズ、靴がザラかな。じゃあ早速向かいましょう。こちらです。今回は事務所でやってるみたい。なんか変わった演出があるって聞いたんですが。そう、なんかね、はい、ショー始まったらこれをつけて見てください。で、音声はここで変えられ、音はここで変えられます。大きいとかちっちゃいとか。説明にはなんか 3D な音楽が聞こえる。ちょっとお二人に話聞いてもいいかしら。どうぞ。はい、ちょっとお二人に話聞いてもいいかしら。男気のブランドです。男気のブランドらしい。ちょっと色気もありますよね。あ、もちろん、もちろん。なんか男一辺倒じゃないハリメンズに、もう本当に武士が登場したり、こう本当に日本の男っぽさみたいなところと、やっぱそれが醸し出すセクシーなダンディズムみたいなのが、スピリッツにそのヘンリーは感じるっていうところはかっこいいなと思いますね。ヘッドホン。あ、すごい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 。なんかね、こっちとこっちとこっちとこっちから音楽が聞こえる。マジですか。おー、すごいすごいすごい。来た。スポーティーとアーミーみたいな感じですかね。おー、なんかすごいヘッドピースが。デールがちょっと和の着物っぽいですね。ちょっとスポーティーな様子もあって、腰脇とか結構新鮮ですね。あ、なんかお地蔵さん、お地蔵さん、お地蔌さん、こういう傘かぶってなかったっけ。結構リアルクローズに近いものが多いんじゃないかなと思います。とはいえ結構素材とかこだわってるんじゃないですかね。このなんか鱗みたいな感じのやつが結構今シーズンのシグネチャーになってるのかな。将棋の柄なんだ。確かにこういうのジャポニズムを想像してるんでしょうか。またグッドスポーティーなものになりましたね。なんかいろんな着方ができそうなトップスですね。今シーズンよく見るその鱗みたいなやつ、昔こういうの折り紙で作りましたね。あ、折り紙をモチーフにしてるのも罠じゃないの。紫も日本というフィルターを通してみるとどうしてもゆかりに見えてしまう。あ、こちらもまた将棋柄。ちょっと最初はトリッキーだなって思って、見慣れるとでも結構面白いですね。なんか普通にさらっと着れそうな気がします。カタカナで吉尾久保って書いてあるですよねって感じですね。あ、ね、プリントは刀ですね。なんか墨で描いたみたいな感じですね。水彩画みたいなイメージがモチーフになってるのかな。フィナーレです。フィナーレです。買ってきた。ちょっとなんか和って言われて見てたから、その引っ張られてたけど、確かに和っぽい要素が多かったな。アイテム一個一個見ると割と着やすいアイテムとか、リアルクローズに近いなっていうのが多かったかなと思いました。ゴーくん、お疲れ様です。いろんな要素が多い服だったイメージが自分の中で結構吉尾久保さんの服、なんか今回のコレクションの洋服ももちろんそういった要素がありつつも、ちょっとこう抜けてる感じっていうか、シンプルじゃないんだけどシンプルに見えるというか、ちょっとこう、そうそう、和の要素のものがね継続して多かったから、炭みたいなさ、シンプルなルックとかね、結構印象に残りましたよね。確かに確かに、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございました。またね、じゃあね。
お元気ですか。元気です。あのメッセージありがとうございます。だから日本人って結構アメリカナイズされまくってるから、なんかそのミリタリーとか割と着るじゃないですか、ね、でもなんか日本のミリタリー全然知らんなと思った時に、坊さんの、まあ、ミリタリーってあるなと思って、うん、僕がちょっと読んでる資料で、なんか奈良県の山奥で坊さんがなんか初めて将棋を打ったみたいなこと書いてて、あ、これ面白いなと思って、そういうのが今回やったテーマですよね。メッセージのやつはあるじゃないですか、 QR コードに込んだら、はいはいはい、あれ何人、あ、聞きたい、それ聞きたい、何人くらい。140人。おー、10時間かかりましたけど、10時間、いや、そんなことない、8時間多めに言っといたよ、多めに、ちょいちょい盛るよね。元気ですか。元気ですよ、ゆつるさん元気、聞いてくれて嬉しい。あのメッセージもあったら今日はですね、ファッションウィーク5日目です。今いるのは渋谷のパルコになります。今日はフェイス AJ っていうブランドではなくて、まあ、プロジェクトなんですけど、アフリカとジャパンのファッションとカルチャーをこうつなげていこうみたいな、架け橋になろうみたいなことをやっているプロジェクト。クリナさんもちょっと関わってるみたい。あ、あのディストリクトの、そうそうそう、ムッシュが関わっているんですよ。今日伺う前に、はい、今日のファッションかっこいいですね。稲妻で、靴がエンポリオアルマーニで、バッグがサンローランです、はい、私今日手元かわいいんだけど、今日私手元ばっかり見てた。色も形も質感も違うものをこうあれですね、ごった煮にした感じですね。こっちはエルメスかな。じゃあ早速こちらです、行きます。はい、こちらの皆さんはですね、フェイス AJ の、プロジェクトメンバーです。今回のフェイス AJ は、あの南アフリカのデザイナーマコサと東京ニートのコラボレーション。インスピレーションはそのデザイナーのお母さんです。強いアフリカ人の、ま、ママみたいな姿を見せたいですね。じゃあ早速女性の強さを表現したものを見に行ってみようと思います。ありがとうございました。クリノさんって、あ、クリノさん DJ、 DJ ハッピークリノハッピークリノになってます。義務が終わったんですね。義務が多分終わったんだと思います。ベリーナイス。ちょっとドンさん話聞いてもいい？今日の感想。ドンさんです。いや、よかった、よかった、うん、一番大事なことはその人らしさって出てるって大事じゃん。大事ね、それは。そういう意味でよかったよ。じゃあ楽しみですね。そうだよ、もう一回見てみたいね。ドンさんの褒めいただきましたよ。5年に1回ぐらいで褒めないけどさ、そんなオリンピックでもレアなの。やばいな、今日下痢しそうだよ。ありがとう、ありがとうございます。じゃあね。まあ室内でと。そう、お、始まりました。なんか柄かける柄な感じすごいですね。アフリカな感じがすごいしますね。おー、カラフル、しきしき、こういうのなんかその民族衣装を現代風にアレンジしたというか、ルーツを忘れていないみたいな感じのところがいいですね。かわいいやん、これ。お母さんがモチーフって言ってましたけど、背中に女の人の絵が描いてあるのは、もしかしてそのデザイナーさんのお母さんのお顔なんじゃないでしょうか。あ、メンズがやってきました。かっこいいアフリカ柄、ブルーのスーツの男の子の首元もいいですね。こういう合わせ方もありなんだなっていうのは、なんかすごい新鮮だなと。やっぱりアフリカのデザイナーさんって色使いがすごい独特だから、すごいあの見たことないのが見えていいなと思います。女の人の顔がプリーツスカートにプリントされてる。で、ブランド名が腰元 と、胸の中心に書いてあるんですね。よく見ると後ろのパネルが渋谷の写真にアフリカの柄を載せてるんですね。ジャパン×アフリカっていうことがこのパネルでも表現されてます。だからこのジャケットの着方面白いですね。ベルトが上になってるところとか、人種もすごく気を使ってキャスティングしてることを感じさせますね。なんかちょっと和っぽくもありますよね、このルック。レンズも割とガラガラしてていいですね。なんかたくさんの柄を使っていて、たくさんの色を使っているんだけれども、調和しているっていうのは多分アフリカの人の色のセンスとかですよね。次はグッドストリートに寄せたルックになってますね。アフリカって言われないと分かれないくらいにすごくあの
ストリート感があって馴染んでる人たちなのかなと思います。フィニッシュです、フィニッシュです。結構みんなクールな顔をしているというか、派手な色合いだからこそ表情はクールにって感じなんじゃないでしょうか。さあ、ベッドフォードのデザイナーさんの山岸さん、ありがとうございました。この間はね、面白いものを見せてもらって感想を聞いてもいいですか。テキスタイルやっぱ面白いですね、うん、僕らには絶対できないことをやられてるんで興味深いですね。すごい、ちょっとコロナ落ち着いたらアフリカの方行ってみたいんですけどね。こういうものが生まれる大地ってどんなんなんだろうって、ね、現場みたいですよ。ありがとうございます。ちなみに地元が一緒でした。なんかアフリカの色使いとか柄使いがすごいかっこよかったなと思う。派手なんだけど落ち着いているって、やっぱりちょっとアフリカの人たちが DNA で持つ絶対指揮官みたいなものなのかなって思った。いや、見れてよかった。ドンさんがいてたのは本当だよ。おはようございます。おはようございます。今日は6日目ですよ。早いですね。で、今日は、JR 品川駅ですけど。そうなんですよ。なんか近くに施設かなんかあるんですか、ファッションショーする。なんかわかんないんですけど、はい、集合場所が、品川駅の高輪口って言われてきてるんですけども、噂によると、はい、もしかして駅の中なんじゃないかっていう説と、はい、電車なんじゃないかっていう説がある。まあ、いずれにせよないよね、そういうのね。ないですよね。じゃあこれからじゃあ真相が明らかになるわけですね。はい、どうなんだろうね。今回のまあブランドは、うん、はカラーです。安倍さんが始めたブランドで、2004年からだから、もう16、7年もうベテランだね。で、もともとずっとパリで開催してたんだけれども、ここワンシーズンくらいは東京でやってる。カラーはドッキングがすごい上手、違うものを組み合わせるみたいな感じ。メンズのファッションが好きな男の子がすっごい好きだなってイメージがある。ちなみに今日どこの着てるのって言って、はい、今日どちらの着てるんですか。こっちがカラーで、はい、こっちのカッパがカラービーコンです。あ、カッパ、はい、カッパなんですよこれ。ワンピースっぽく着てみました。シューズはリボックですね、ポップフューリー。今回はちょっと大変なことがあるんですけども、はい、割とその人をリミテッドしてるショーだから、残念ながらゆうたくんは入れません。え、入れないんですか。入れない。だから、はい、ここに自撮り棒があります。ファッションショーを撮ったことがないからちょっと不安ですが。レナさん、お疲れ様です。写真撮らせてもらってもいいですか。本当好きすぎる。ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございます。ナイス。では多分そろそろなので、はい、行ってきたいと思います。3番線。じゃあさようなら、また、はい、後ほど。いってらっしゃい。こちらです。あ、マリコさん、すごくない、うん、この電車は4両編成、京急蒲田行きの貸切電車です。まもなくドアが閉まりますのでご注意ください。お、蒲田だ。なんで？色がちょっとカラーっぽいかな。
やばい。ほぼいちご。確かに修学旅行だ。まったりタイムが行われてます。ラサボラさん、今日の感想を教えてください。楽しかったね。やっぱり非日常が必要ですよね。そうだね。ドキドキ感が、なんかファッション業界の修学旅行みたいでパリコレ行けないけどパリの移動のバスのちょっと気分になりましたよね。確かにそれすごいある。でもまあ今日は面白かったです。面白かった、ありがとうございます。海外の人にもぜひ見てほしい素晴らしいショーをしてる、うん、あとなんか多分この貸し切りっていうのが珍しいのか、うん、あの電車マニアの人がバシバシ写真撮ってました。確かに撮ってた。着いた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 、よし、ありがとうございました。ありがとうございました。面白かった。もうなんかこの時間が全部パッケージになってて、そうそう、なんかワクワク感と楽しかった、ね、楽しかったし、でも、うん、これも来た、ただいまー楽しかった。超面白かったけど、その空間を含めて全部面白かった。デザイン自体はどうでした？カラーってドッキングのイメージ強いじゃん。いろんなものを混ぜましたみたいな。それがもうちょっと軽やかなドッキングになってたな。いっぱい詰めたっていうよりも、そぎ落とした感じ。だからリアルクローズに近づいているというか、より着やすいものが多かったなっていうのと、カラーって書いてないのにカラーらしさが伝わる色合いだったりとかがあった。あとそれと素材感がたくさんあって、すごいたくさんの素材を一つの洋服にドッキングさせてる感じ。今まではいろんな要素をドッキングさせたけど、今回はいろんな素材を一つの服でドッキングみたいなのが多かったなと思った。いかがでした今回？今回は新しいブランドがたくさん見れたのと、龍之介岡崎みたいに世界にすぐ羽ばたくであろう人を発見できたのがすごい楽しかったし、こんな風にカラーみたいに演出がこんなことしてくれるのみたいな感じの演出もあったのがすごい楽しかった。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。このチャンネルではファッションを中心に私が気になるあらゆることをお届けしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画こちらになります。そしてチャンネル画面にベルのマークがあると思うんですけども、そこを押してもらうと新しい動画がアップされた時に皆さんにお知らせが届くようになっているので、ぜひそちらも押してみてくださいね。